どうも、ベッキムです。いつもご覧いただきありがとうございます。今日も張り切って日本物を紹介していきます。それでは早速行きましょう。今日9月20日は何の日でしょうか正解はバスの日です。日本初となる営業バスが京都の市内を運行したことにちなんで制定されました。 そこで今回はそんな京都にちなんで京都のお菓子屋さん全華商品の生カステラを皆さんに紹介していきたいと思います。ぜひ最後までご覧ください。それでは早速行きましょう。レッツゴーさて今回ご紹介するこちら京都の有名和菓子店の全華商品さんから販売されているこの全カステラとこの全カステラ抹茶味を皆さんに紹介していきたいと思います。 全カステラとは丹波黒豆を食べて育った京都の地鶏の卵を使った黄身の濃厚な半熟カステラのことを言います。そしてこちらは宇治抹茶を使った全カステラです。中身を見てみるとこのような仕上がりになっています。通常のカステラのふわふわ感はなくとてもしっとりとしているカステラに仕上がっています。 しかもこのゼンカステラは日持ちは製造日を含む2日間といったところで非常に繊細なお菓子でもあるんですそしてこちらの抹茶味のゼンカステラは京都産の宇治抹茶をふんだんに使用しているのでとてもふくよかな風味とさらには香りが漂ってきますそれでは実際にどれだけもちっととろっとしているのか食べていきたいと思います こちらの備え付けてある木のスプーンで食べていきたいと思うんですがいかがでしょうかこの黄金の中身は本当に見ていてとても美しいですよね実際に一口食べてみましたけれどもこれはカステラの概念を覆すようなもうこの半熟と言いますかもう本当にふわふわとした感じとてもたまりません 普段イメージしやすいカステラよりもかなりしっとりとしていますので初め食べていただくとかなり驚かれるかと思いますこの濃厚な黄身の美味しさが鼻からスーッと抜けていく感じとてもたまりませんこちらの抹茶味の全カステラもいただいていきたいと思いますこちらも先ほどと同じようにかなりしっとりとしていますもうこの木のスプーンに張り付いてしまうほどしっとりともちもちとしています 一口食べてみるとこの宇治抹茶の風味が鼻からふわっと抜けていて口の中がもう抹茶味がかなり広がってきます先ほどのゼンカステラとはまた違った印象を受けかなり大人な味がいたしますですが食感は先ほどと同様に濃厚な黄身のコクがありさらにトロっとさらにもちっとした食感が楽しんでいただけれる一品となっています 以上京都の有名な和菓子店全科商人さんが作り出す全カステラ生カステラを皆さんに紹介してきましたどちらの生カステラも素材の持ち味を大切にし職人の確かな技で丁寧に作られた一品です見た目もシンプルで美しくセンスのいい手土産としては大変喜ばれること間違いなしです ぜひ、京都に行った際は、こちらの前科商品さんの生カステラをご購入いただいてみてはいかがでしょうかご自身へのご褒美スイーツ、さらには大切な方への贈り物にぴったりだと思います。最後までご覧いただきありがとうございました。今後も日本のグルメ、そしてスポットなど多数日本物を紹介していきたいと思います。ぜひ、チャンネル登録をよろしくお願いいたします。それでは、See you!